はい、一応一つ目のポーズはこれ。子供とあの男の子ねと、なんか街のバックヤードみたいなところでね、襲われた時この手作りリパルサーレイのやつをバーって出してピチョーンって撃つ場面まあジャケット着てないしあれだけど、ごめんなさい、あの何も後ろにガラクタみたいなやつ置けないっていうかないから、ちょっとターンテーブルでやってみました。こんな感じ。このね、あのリパルサーレイ手あのつけるときはこれ外れますね、ここが。こういう風に外れるのだからめちゃくちゃいいよちょっと上見てる感じだけど、うん、まあこんな感じかな。うん、次。はい、マンダリン邸に乗り込んだ時のね、庭で歩きながら撃ってるっていうポージングしてみました。本当はね、このクリスマスボールは持ってないんだけどね、他に持たせるものがなかった。で、手がちょっとね、ネイルガンを持たせられる手がないみたいな感じだったから、ちょっとあるものでも対応しましたサングラスかけてね。じゃあ次。忘れていたけどバックパックちゃんとつけてます物はちょっとね、いろいろ入れるのもなんだしと思って、スタンガンと注射器だけ刺しました。はい次。はい、頭でビリビリやってるポーズベストサイズな人形がなかったもんだから、お花取りになんたら、まあクッキーのソフビで代行しました。本当はね、椅子に座ってる人でね、頭ビリビリってやるんだけどね。で、もう片手には一応機関銃を持たせました。ちょっと難しいよこれはやられてまっとるがなーみたいな感じ。こんな感じかね。さて次は、うふふ、あは。なんだかヘンテクな感じだけど、あっち打ってこっちかわしてみたいな感じのポージングです。はいちょっと近くに、まあこういう感じですかね。はい、機関銃でパワードスーツのアムね、これね面白いですよね。肘から入れるんですけどこうやって取れるの何の意味があるんだ。磁石でついてるけどね、びっくりしたよ、ポコッと取れたから。まあこういう風ですね、こう、あ、なんかかっこいい、この角度がいいね。こんな感じですかね。じゃあ次。はい、これはマンダリン邸でね、手と足が届いた時に戦って最後のところですかね。最後のポーズこういう感じでね、機関銃とパワードスーツの左手でね、ガードマンを狙う、もう すぐに降参しましたけどねそれでパワードスーツの手でバイバイってやってねあ、これ、うん、足入れるのがねちょっとね難しかったっていうか、うん、硬かったけどできたそれでね、こっちの手はねやっぱクリクリって回しながら入れると簡単ですね。はあ、もうちょっと近く、こんな感じ。うん、どう、降参するみたいなはい、こういう感じです。足開けれるのかなと思ったら、ここね、どこも開けられないようで、もうスポンと入れるしかない。こうでございます。あー、かっこいいね。お、トニーさん、つわけです。はい、はい、アイアンマン3、トニー・スターク、マンダリン邸襲撃版でございました。うーん、普通なら
ならいいんだけどね、このパワードスーツの あの腕とか足をつけるとなんかね、うーんって感じだね。フレキシブルピラーもついててほしいって感じかな。だって機関銃持ってこうね、で右手と左足で飛んで、それでぐる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 回ってシューティングするだとか、そういうのやったりするから、やっぱり飛んでてほしい飛んで、うん、飛んでもらいたいね、やっぱりね。こういう感じでうわーってわかるかな、こういうのでバー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 って撃ってる、そういうこう、うん、こうちょっと斜め、うん、こうの方がいいな。こういう感じでね、飾りたいですよ。フレキシブルピラー本当に欲しい。こういう台座じゃなくってね、ちょっと、うん、どうにかしてこの写真を撮りたいというわけです。はあ、申し訳ありませんね、第2部になって変なポージングさせて、あの本当にあかんわそれではまたお会いいたしましょう。ラス。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。